はい、こんばんは、いとっちゃんねるです。11月25日木曜日になりました。いかがお過ごしでしょうか。私は今日ね、ネットフリックス見てたんですけど、なんかパッと漁ってたらトムとジェリーがね、あってねトムとジェリーって皆さん知ってますかね。あの猫とネズミが、まあ40代ぐらいの方が多いんで、40代から50代ぐらいの方が多いから、多分トムとジェリー昔見てたななんて方が多いと思うんですけれども、あれがね映画になってんですよね。今年の3月ぐらいに映画になってて、でそのね映画もね、ほんとトムとジェリーってアニメなんですけど、アニメとね実写が融合してる映画で、その実写の人間とトムとジェリーが絡んでいくっていうような、まあ、喧嘩しながらね、トムとジェリーが喧嘩しながら人間が絡んでいくっていうようなストーリーだったりするんですけど、まあ、僕昔からね、その実写の人とねアニメの動物が絡む映画って結構好きで、昔ねロジャーラビットっていうのがあったんですけど、あれもね、もう腐るほど見たんですけど、何回もね、ああいうね、その実写とアニメが融合してるっていうのはね、いつもね、どうやって撮影してんだろうな、なんて思いながらね、見てたりするんですけど、ああいうのがね、大好きでね。で、トムとジェリーはね、もともと大好きで、結構ね、見てたりするんですけど、まあ、なかなかね、トムとジェリー最初喧嘩してるんですけどね、やっぱりね、話が進んでいくと、二人仲良くなりながら、なんていうかね、ミッション進んでいくっていうところがね、結構ね、その二人協力していくと、ところがね、結構面白かったりするんですよね。仲良くなっていくってところがね。だからね、ぜひね、皆さんもね、トムとジェリー見てほしいな、なんて思っております。で、そんな中ね、トムとジェリーのね、一番くじがね、ちょうどね、今週の土曜日からかな、開始されるんですよね。たまたま今こうやってホームページ出すんですけど、こういう感じでね、トムとジェリーの一番くじが出るんですけど、トムとジェリーといえばね、こうやってね、形がね、いろいろトラップとか引っかかってね、形が変な形になったりするんですけど、これがね、見事にこういう感じでフィギュアになってるっていうやつがあってね、壁にぶつかったジェリーとかね、コップに飛び込んだトムとかね、いろいろこうやってね、可愛いボールの、ボーリングのピンになったトムとかね、いろいろあってね、こういうね、面白いワンシーンがね、いろいろフィギュアになってたりするんで、まあこれちょっとね、見つけたらちょっとやろうかな、なんて思ってるんですけど、一回ね、700円ぐらいだったかな、ぐらいでね、セブンイレブンとかで開始されるらしいんで、ぜひやってみたいな、なんて思っております。皆さんもね、トムとジェリーぜひね、見ていただければな、と思います。で、最近ね、僕もさらにその前の一番くじでね、ジャケット当たったんですよね。まあ着るのはちょっと恥ずかしかったりするんですけど、まあそういうのもね、いろいろグッズ集めていきたいな、なんて思っております。はい、じゃあ戻ってきまして、今日はね、何するかというと、RG351 シリーズですね。RG351V、351M、351P 持ってる方の今日お話なんですけれども、RG351 シリーズって、アンバーニックさんがね、いろいろ、なんていうか、ファームウェア作ってて、ね、MLEC も 3.9 止まりだったんですよね。3.9 までしか入れない。3.8 か。3.8 止まりだったりするんですけど、だから結局ね、4.0 以降ってね、ないんですよね。アンバーニックの、その、公式のファームウェアってなくて、だから皆さんね、カスタムファームウェア入れて使ってるって方が多くて、で、それがね、ARC OS であったり、351 ELEC であったりっていうところで、まあ、いろいろそういうものはいろいろね、レトロアリーナだったりとか、いろいろ使ってる方が多いと思うんですけれども、そんな中ね、ね、有志の方が作ってるのかわからないんですけど、MELEC を 4.4 ぐらいまでね、今バージョンアップされてて、テストバージョンってことですね。4.4 までね、テストバージョン、韓国の方かな、韓国の方がいろいろなんかファームウェア作ってて、個人でね、で 4.4 テストバージョンっていうのがリリースされてて、前はね 4.3 まで紹介してたんですけど、8月ぐらいかな、今年の8月ぐらいに 4.3 結構動きますよみたいな動画出してるんですけど、まあさらにね、最近更新されて 4.4 っていうのが出たんで、で最近ですね、ほんと11月20日ほんと更新されたんで、こちらの方を実際入れてどうなるかなっていうお話をしていこうかなと思っております。じゃあね、早速やっていこうと思います。それではね、入れていくお話なんですけど、導入のやり方は今までで一緒で、僕のね、概要欄に前回 4.3 か、入れた時の動画入れときますんで、まあそちらを参照してください。基本的にね、イメージファイルが異なるだけです。はい。なので入れ方は全く一緒。
なので、もうすでにね、入れてる方 4.3 入れてたんだよねっていう人は、ネットワークからね、オンラインアップデートすることでできるようになりますんで、今回は、実際イメージファイル、どこにあるのっていうところからお話ししていきますね。で、これで韓国語でバーって書いてあるんですけど、なんかね、どうもね、エラーがあったらしくて、まあ、大したエラーじゃないんですけど、まあ、11月の24日更新でね、エラーがありましたっていう話で、それのやり直し方っていうので、レトロラン .zip っていうのをね、ダウンロードして入れてくださいねっていう話がここに書いてあるんで、まあ、これはちょっと、もし、興味があれば今後紹介していきたいなと思います。今日はとりあえず入れるところまで入れてちょっと遊ぶところまでにしようかなと思ってます。で 4.4 になってこういうとこ変わりましたよとかって話なんですけど、まあそんなに大きなアップデートないかなとか、マウントのスピードが速くなりましたよとか、要は起動のスピード速くなりましたよとか、そんなことが書いてあったり、あとちょっとよくわかんないことがいっぱい書いてありましたね、うん、まあとりあえず最新のエミエレックということで、まあちょっとそういうとこだけね、確認していけばいいかななんて思っております。で、下にね、イメージファイルがずらずらずらーって落ちてます。で、こうま見ていくとテストバージョンがいっぱい落ちてるんですけど、下の方にね、ここですね。はい、これですね。MLEC-RG351PO ですね。PO のテストバージョンの、これがイメージファイルになります。P って書いてあるんですけど、M でも使えますんでね、これ、このファイルになりますんで、M に入れたい、M や P に持っている方はこちらからダウンロードしていただくと。で、下の方に行くとこっちですね、RG351V 持っている方はこちらのデータをポチッと押すとね、ダウンロード開始になりますんで、イメージファイルをダウンロードして、まあ、あとはブランエッチャーで書き込むなり、書き込み用のイメージファイル書き込み用のところに SD カードをね、セットして、書き込んでいただいて、あとはもう本体にセットして、そしたらフォルダ自動で構成されますんで、そこにBIOS ファイルとロムデータを入れると。まあ、細かい説明はね、僕の概要欄にね、以前 4.2 作った時ので、動画入れときますんで、そちらをご確認いただければなと思います。なので、まあ、とりあえずこのファイルですね。このファイルが V 持ってる方。で、こっちのファイルが P と M 持ってる方ね。っていう感じです。残念ながらね、RG351MP は対応してないです。はい。現段階で対応してないんで、そこだけご注意いただければなと思います。ちなみにね、P のデータ入れて焼いてみたりもしたんだけど、動かないのも僕も確認しました。はい。なので、V のやつもね、動かないっていうのも確認してますんで、やっぱダメだったなっていうところで、プログラムが違うんでしょうね。だから P と M、もしくは V 持っている方が今日の対象となります。はい。ということで、じゃあね、いやもうね、書き込んだ状態から次ね、動作チェックにします。もうね、何度もこれ、やり方説明してるんでね。はい。ということにしますね。はい。MLEC 4.0 入れましたね。はい。で、スタートボタンを押してみると、日本語になってるんですけど、初回起動時ね、こちら、前も説明してるんですけど、初回起動時はハングル文字になってますんでね、基本的に韓国語、のハングル文字になってますんで、まあその時にも慌てずね、一番下からね、言語ってところあるんで、一番下の三つ目にね、ここに言語ってところで、普通、これになってるんで最初はね、これジャパニーズに変更するだけで日本語にできますんで、まあそこは、落ち着いてっていう感じでいいかなと思います。じゃあね、早速ね、何本かね、ゲームソフト入れたんで、そこら辺ちょっと動かしていこうかなと思っております。はい。じゃあちょっとね、ゲームソフトを動く前に、エミュレーターがどんなの入ってるかって見ていくんですけど、まあ、これ長押しでね、この画面が出ます。決定ボタン長押しで、ゲームソフト選択するときに決定ボタン長押しでこのあの画面が出ますんで、そこでね、ゲーム詳細設定ってとこ見ると、エミュレーターって項目が出てくるんでね、これでね、最初は自動になってるんで、フライキャストが立ち上がるようになってますね。で、これで、どんなの入っていくかなって見れるんですけど、まあ、いろいろレトロランのフライキャスト32だったりとか、フライキャストのスタンドアローンバージョンが入ってたりとかね、あとフライキャスト32っていうのが入ってたりするんで、まあ、いろいろ5つ入ってるんですけど、まあ、過去の動作検証でフライキャストのスタンドアローン版ってあまり使えねえなっていう動画前回流してるんですけど、まあ、いろいろね、選択肢があるんで、ものによってはね、スタンドアローン版の方が動いたりとかね、そこら辺の選択肢がいろいろ増えてますんで、まあ、自分の好きなっていうかいろいろ自分で検証してみてね、快適に動くやつ見つけてね、動かないのもあったりするんで、そういうところね、見ていただければな。基本的にフライキャスト、レビレトロのフライキャストが結構動くかなといった感じだと思います。はい。こんな感じでね、いろいろ増えてますんで、ぜひ皆さんも試してみていただければなと思います。はい、じゃあ1本目なんですけど、花組対戦コラムズ2ですね。
はい。これはね、コラムスですね。コラムスで、桜大戦仕様になってるってことでね。これの動作検証ちょっとやっていきたいと思います。いいですね。なんかね、ここら辺でね、音がね、時々割れてたんですよ。前、昔はね。なんかギターの音がね、異常になんか激しい音が出てたりっていうのがあってね。で、これで一人用で今日は遊んでいくんですけど、そうですね、少年レッド、やっていきましょうかね。これでね、役をね、どんどんね、役を良くしていくっていう、わかんないねっていうかね。これね、少年レッドっていう演劇をやることになったんだけど、その役をね、みんな主役を取りたいんだけど、勝ち進めるほど、いい役がもらえるっていう、あれで。まあ、これでいろんなキャラ使えるんですよね。まずそのキャラどうしようかなって言ったら、まあ、桜にしようかな、やっぱりね。横山千佐さん声優さんのね。はい。ちょっとね、重たい感じはあるんですけど。で、攻撃重視なのか防御重視なのかっていうので、これで選択できます。ちょっと重たいかな。ちょっと重たさがあるかな。まあ、でも結構遊べるレベルだと思いますよ。最近スパロボでね、桜大戦出ることになったんでね、ちょっとこれ今回、選ばせていただいたんですけれども、スパロボの13でね、ダウンロードコンテンツで桜大戦が出るんですよね。で、こんな感じで。勝負って言って。で、こういう感じでコラムスができますっていう。前はね、このコラムスの宝石がね、チラチラ消えてたんですよ、前回ね。なんか処理速度が追いつかなくて、ちょっと重たいかな。で、縦横斜めに3個消す。3個で消えるっていうルールですね、コラムスってね。例えばこれ斜めにね、青い宝石消えて、っていう感じですね。で、ゲージがね、だんだん溜まってくるんですよ、これ。で、ゲージ、ここにね、ゲージがあるんで、このゲージが溜まってくると、レベル3まで上げれて、その、レベル3までの攻撃防御ができるっていうね、そういうね、攻撃型のテトリスですね。たまにはね、これちょっと面白いんですよ、これ結構ね。で、視聴者さんの中で結構ね、ファンの方がいてね、このゲームのね。桜大戦のファンの方がね、やっぱ多いんですよね。今もね、やっぱこのシリーズ良かったですよね、桜大戦ってね。とりあえずね、僕のいつもの作戦は適当に積むっていう。適当に積んで消していくっていうね。それで、なんか自動でこうやって消えていくんですよ、勝手に。めちゃめちゃレーザー繋がるんですよね。で、これで攻撃するか貯めるかっていうのができて、攻撃してみましょうか、早速ね。で、今攻撃、レベル1の攻撃をしましたっていうことで、相手にね、宝石を、邪魔宝石をね、送ることができるっていう感じですね。結構動き良くなりましたね。前はね、ほんと宝石チラチラ消えてたんですよ、これ。ゲームになんねえなっていう感じだったんですけど。ちょっと重たいけど、まあ、全然遊べるレベルになってるかなと思います。消えるかな？何も消えねえね。よいしょ。こんな感じでいろいろね、楽しめるかなと思います。ちょっとね、一戦やってみましょうか。ちょっとね、積みすぎてね、積みすぎてやばくなってきましたね。積みすぎちゃってね。これ斜めに消すと意外に良かったりするんですけどね。いやー、ちょっと適当に積みすぎたな。いやー、参っちゃいますね。これ入れて、ここで、こんな感じで。して防御しましょうかね。ちょっと、あ、めっちゃ、攻撃来ますね。わー、来ましたね。6ターンで消える宝石ですね、これはね。7ターンか。あ、結構これ大変だな。あ、もうこれ勝てないですね。これちょっと厳しいですね。ちょっとなかなかハードな攻撃受けちゃいましたね。はい、っていう感じでね。結構面白いゲームなんですけど、ちょっと僕が下手くそすぎて負けちゃいましたって話で。これもね、ちょっとね、やっとね、4.4 ぐらいになって、やっと遊べるようになったなって感じがしますね。はい。ぜひ皆さんも導入してみてください。じゃあちょっと次のゲーム行きたいと思います。ちなみに負けたから、桜さんはポストというね、役柄になりましたね。はい。ちなみに負けたんでね、ポスト決定でございます。もうちょっとね、進んでいくと主役とかね、相手役とかいろいろね、人間の役をも与えてくれるんですけど、まあ、桜さんはポスト役ということで。はい。じゃあちょっとね、本当に次は、次のゲーム行きたいと思います。はい、じゃあ続きまして、ドリームキャストのね、セガシミュレーション、セガガガですね。いいですね。これはね、RPG ゲームですね。一風変わった RPG ゲームで、セガのね、社内で RPG するっていうね、なかなか面白いゲームですね。これもね、動きますね、結構ね。で、このゲーム結構レアソフトで、中古で多分6000円ぐらいですかね、今だと。もともとね、高いんですよ、このゲーム。
レア感あってね。で、1対1はセガガが指導ということで。うん、こんな感じでね、まずセガに入社するところから始まりますね。で、ゲームを作ってほしいっていう、面白いゲームを作るんだっていう指令になります。ちょっとムービーがカリカリしてるかなとは思うんですけど、うん。大鳥駅からね、主人公のこのキャラがセガに行くんですけど、セガがね、ものすごい大企業。最近しくじり先生見たんですよ。ネットフリックスでしくじり先生が落ちてて、で、それ見たらね、セガのね、しくじりのやつがあった、見たんですけど、めちゃめちゃ面白かったですね。メガドライブのメガドラタワーのね、話されててね。あの回は神回ですね。で、ほんとセガのね、開発本部っていうところからスタートします。で、主人公がね、セガに入社するところからね、始まるんですけど、パートナーの女の子がいてね、ちょっとムービー重ためですけど、まあ、わかるかなといった、動くかなといった感じですね。ちょっとムービー重めですけどね。遊べるレベルかなといった感じだと思います。とりあえずはね。で、ここ本編がこうやってね、始まるんですけど、ちょっと音ね。こんな感じで。こんな感じで。一応音声もちゃんと再生されるんで、まあ問題ないかなといった感じですね。こうやってオープニングでね、ゲーム開発してほしいって話がね、バーって言ってる。で、秘書の方と一緒にね、左のね、メガネっ子の秘書の方と一緒にね、やるんですけど、まあ、ゲーム作る時の使命はああだこうだとかね、理念とかね、そういう話をしてくれます。はい。で、ムービーがね、ムービーがちょっと重めですけどね。で、セガのね、地下に潜っていくんですよね。この巨大タワーの中の地下でゲーム開発が行われてて、そこでね、RPG みたいな感じで、一回ね、そのセガのね、開発室に入ると出られないっていうね、ダンジョン RPG みたいになってますんでね、この世界観がね、今のゲームにはないんでね、ぜひね、皆さんに遊んでほしいなと思いますけどね。まぁ、ちょっとムービー飛ばしますね。まぁ、こうやって一応ね、こんな感じでいろいろ飛ばしてきますけどね。で、食料は供給されるけど、ゲームが出てくるっていうね。かなり危険な、ブラック企業の感じをね、パロディーでね、こうやってやってるところがね、セガらしくていいですよね。ほんとセガって素敵な会社だなって思いますよね。あ、ちょっとあれでしたね。繰り返し説明しちゃいましたね。で、こんな感じで、移動ってやって、実際じゃあね、開発室の方に行く感じかな。開発室 A ってとこに行きますと。で、こんな感じでね、巨大なシェルターみたいなとこにね、入れられるんですね、主人公がね。で、これちょっと飛ばしますけど。で、ここから RPG パートになるかな。ここから、RPG になります。で、こんな感じでね、歩いてって、いろんなキャラとこうやって話しながらね、フラグマンっていうのがいたりとかね。で、フラグって何みたいな説明したり、ゲームのね、開発のね、いろいろ、細かいところもね、お話してくれたりね。で、敵との戦闘になったりするんですけど、今のところないかな、まだね。そのうちね、エンカウントかなんかで、戦闘になるんですけど。これがね、セガの開発室ですね。こんな、粗悪な環境でゲーム作ってるっていうね、感じでね。こうやっていろいろ、やっていくと敵が出てこないですね。これかな、敵。ここからあれだって。眠いんだよって言ってますけど。で、これで敵なんですね。で、このね、これが敵なんですけど、このね、ディレクターをね、仲間にするっていうので、戦いが行うんですけど、殴り合いするわけじゃなくて、説得っていうね、コマンドで。こんな感じでね、で、ヒットポイントを受けながら、体力とね、同時に、ゲーム開発のね、いろんな人の仲間をね、こうやって説得していくっていう。彼女が欲しいとかって言ってね。これ多分もうほんとね、セガの人がね、これをゲームにしたら面白いんじゃないかっていう風に考えた、あれがすごいですよね。毎日終電ですかみたいなね。ハッタリっていう必殺がないのね。こんな感じでね。まあ、ちょっと、倒れちゃったね。はい、こんな感じでね、RPG 風にね、遊べますんで、ぜひね、単性の RPG もたまにこういうね、まあ、冒険ばっかりじゃなくて、セガの開発室で戦うっていうのも面白いかなと思います。はい、じゃあ続きまして、PSP のゲームになります。ちょっと低速でフレームスキップ試してくださいみたいなのが書いてあるんですけど、前はね、これちょっとメニューボタン出すんですけど、前はね、ここが全部ハングル文字だったんですよ。
あの、韓国語バージョンだったんで、韓国語だったんですけれども、まあ見ての通りね、日本語に設定することができるようになりました。で、これの設定から、このシステムってところの言語ってところですね。ここでね、前はね、日本語もすら選択できなかったんですよ、前回は。で、それがね、前本当に韓国語オンリーだったんですよね。うん。これがね、日本語選択できるようになりました、今回ね。新しく。もう相当使えるようになったなっていう感じがあって、で、日本語選択するとこんな感じでいつも通りのメニューが見えるんで、これで安心だなって感じですね。さすがにね、ちょっと韓国語だとね、英語ならまだわかるんだけど、韓国語でね、これ表示されちゃうとね、どこに何やんのっていうのはもう感覚でやるしかなかったからね。もうほんとね、初期設定でね、韓国語になってるんで、このね、メニュー画面開いてるこのシステムの一番上の項目ね、これだけ覚えておいてください。そうすると言語で日本語って変えれますんでね。ぜひ皆さんちょっとね、日本語にしてから遊んでみてくださいっていうことで。今たまたまね、ちょっと軽めのゲームってことで、ダライアスバースト入れてます。うん。これちょっとやってみましょうか。早速なんでね。どれぐらいの動きかなっていうので。アーケードモードでね。ちょっと重たいかな。これもね、結構バージョン上がってんですよね。4.2 ぐらいからね、あの、PPSSPP のバージョンが上がってんですよ。だからね、ああ、でも動きいいです。動きいいですね。ああ、いいですね。ちょっと止まるかな？途中途中。これ SD カードの問題かもしれないですけどね。あんまりいい SD カード使ってないんで、今日は。もしかしたらいい SD カード使うと止まらないっていう可能性ありますね。うん、いいですね。動きはね。結構軽めなんですよね、ダライアスバーストはね。おー。やっぱちょっと検証用にはね、RPG なかなかね、使えなくて、これシューティングとかね、シンプルで分かりやすいかなっていうので、検証用でよくね、あの、シューティング使うんですけど、うん、動きいいかなーなんて思いますね。よし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 。うん。まあ、日本語対応しただけでもね、あの、今回はかなりね、いい感じになってんなと思います。うん。いいですね、ダライアスね。面白い。このね、海産物がいっぱい出てくるからね、ダライアスやった後ね、海鮮料理食べたくなるんですよね。いつもね。なりませんかね、皆さん。ダライアスやってると、なんか刺身食いてえなとかさ、旅行行きてえなって気持ちになるんですよね。旅行でなんか美味しい海鮮料理食べたいなとかさ。ただね、一人身だとね、一人で旅行ってなかなか行かないですよね。ほんとね、どっかで彼女でも作ればいいんですけどね。彼女でも作ってなんていうかね、ワンちゃんと一緒に、うちのワンコと一緒に、旅行行ってくれる彼女募集中ですね。はい。ねえ、なかなかいないですからね、そういう人ね。うんと。よし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 。いいですね。ちょっとバリア切れちゃって。うん、こんな感じで。いよいよ、ね、魚介類出てきますかね。相変わらずいつも通り。巨大な魚介類が出てきます。大物釣り上げだぞ、みたいなね。はい、来ましたね。まあ、魚、お約束ですよね。で、鱗飛ばしてくるっていうね。で、この音楽いいですよね、あとね。ダライアスって言ったらね。この音楽が最高ですね。ズンタダでしたっけ、確かね。音楽グループがね。このね、ズンタダサウンドがいいんですよね。間違ってたらごめんなさいね。違うよって指摘してくださいね。もう適当なこと言うんだよね。意外に。ああ、いいですね。このダライアス本当大好きだね。コズミックなんとかっていうあのプレステのやつも買いましたね、結局ね。あら、バリア切れちゃった。ああ、鱗が。いいですね。あぶね、あぶね。うわあちょっとね、止まりますね、でもね。あ、これでこういえばすごい、こういうの出ましたね。太いビームね。はい、こんな感じで。ダライアスも動くかなといった感じ。PPSSPP もね、本当ね、このメニュー画面が日本語になっただけでもね、かなりいい感じだなと思いますね。うん、普通に使えると思いますね。普段使いでいいと思います。はい、じゃあ試しにね、セガサターンソフトを動かしていきますけれども、まあ、麻雀ゲームなら動くよっていうのが大体ここら辺のね、定番なんでね、あ、ジャレコの数値パイ2ですね、今日入れてます。はい、もちろんね、この無風シーンがあるやつなんでね、18歳未満の方はね、ここで、目を閉じていただければなと。と言っても、まあ、別に無風シーン流すわけじゃないんでね、別に大丈夫なんですけど、一応ね、麻雀ゲームは多分動きますね、毎回のことだからね。これもね、パートナーがね、めちゃめちゃいるんで、マルチエンドなんですよね。ちょっと重たいですけどね、アリスちゃんとかね、これポケモンの人ですよね、ポケモンの、サトシ恋やってる人ですね。まあ、いろいろこんな感じでいろいろあるんですけど、
なんとかパイがいっぱいいますんで、そうね。今日はじゃあちょっと、この、花江さんにしようかな。この声優さんもちょっとお亡くなりになっちゃってるね、確かね。結構若かったのにね、なかなかね、ね、ちょっと悲しいですよね。で、これ、チェリーパイっていうね、役を演じてます。ちょっとおっとり系なんだけど、チェリーパイに変身するとちょっとバリバリの SM キャラになるっていうね。ちょっと重たいかな。重たいけどギリギリ動いてるって感じはありますね。で、スーチーパイといえば麻雀なんだけれども、もうなんだろう、初心者用の、すげえ簡単な麻雀ゲームですね。もういきなり揃ってるっていうね。これもうほぼほぼ揃ってねっていう。あともうあと一個リーチですよ。いきなりリーチですよ、これね。ね、いきなりリーチできるっていう。これどれだっけ？リーチボタン。これかな？リーチですね。いきなりリーチできるっていう状態ですね。で、ちょっと重たいですね、やっぱりね。一応ギリ遊べるけど。まあ、RG シリーズだとここら辺がね、パワーが足りないんでね。はい、これで積もりましたね。大車輪ですね。薬万っていうね。こんな運営いいやついねえだろうっていうね。いきなりこう、つかささんに勝っちゃうっていう話なんで、これちょっと無風に流れちゃうんでね。ここぐらいにしとこうかなと思います。いいですね。スーチーパイのこのね、たわんたわんなこのたわんたわんな感じをね、楽しんでいただければと思いますね。で、これでポイント貯まって16ポイント貯まると、さっきのね、このキャラが変身キャラですよね。はい。っていう感じで、こっからちょっとね、脱ぎ出すんでね、これぐらいにしたいと思います。はい。ということで、今日はちょっとテストプレイ4本ぐらいにしとくんですけれども、いかがだったでしょうか。ね、ML4.4 テストバージョン結構動くなっていうのが率直な感想ですね。今までハングル文字だったのが、まあ、日本語対応をしたっていうところも大きいかなと思います。特にね、PPSSPP がね、日本語化対応してたっていうのがね、感動的なところかなと思います。あとは、まあ、普通にね、メニュー画面のやつも普通に日本語に対応してたん、前回ね、ハングル文字だけだったんですよ。それもね、普通に日本語化対応してたんで、まあ別に問題ないかなといった感じだと思います。使うのにはね。うん。だからぜひね、RG351V 持ってる方、RG351M、もしくは RG351P 持ってる方ね、こちら導入してもいいんじゃないかなと。こちらをメイン使いにしてもいいんじゃないかななんて思います。テストバージョンなんですけどね。まあこれはいろいろファムウェア入れながらね、楽しむものだと思ってもらってね、ここにね、SD カードいろいろ差し替えながら、いろんなファムウェア楽しむっていうものかなと思いますんでね、SD カードちょっとね、何枚か準備しながらやっていただければなと思います。で、今日ね、たまたまなんですけれど、RG351V なんですけど、ちょっとクーポンいろいろ探さってたら、かなり安くなってて、RG351V。こちらね、RG351V が、ブラックフライデーセールで今安くて、ちょっと今見たらね、1822円になってますね。うん、前はね、12000円とかだったんですよ。うん、それがね、だいぶ安くなって1822円となっておりますんで、興味のある方ね、僕のこの、動画のね、概要欄にクーポンとね、リンクつけときますんで、興味のある方、RG351V、やっぱちょっとこの形いいな、ゲームボーイ風でいいなっていう方はね、ぜひそちらから購入も検討してみてはいかがかなと思います。で、RG351V 買ったら、こちらのね、ファムウェア入れて遊ぶといった感じで、セガサターンはね、本当動くやつってことで、麻雀ゲームは大体動きますんで、まあ動かないのもあると思いますけど、軽いソフトですね。麻雀ゲームであったりっていうとこだったり、なんていうか、エレベーターアクションリターンズとかね、あとは、何ですか、ダライアスガイデンとか動くと思います。軽めのシューティングだったり、軽めのアクションであれば動くかなと思いますんで、で、ポリゴンバリバリ系はね、動かないと思いますんで、それはちょっと別のやつ使っていただければなと思います。まあ、結構安くなったんでね、この機会にちょっと、1万円ぐらいなら出してもいいかなって方は、ぜひ購入検討してみてはいかがかなと思います。はい、ということで今日の動画ね、役に立ったなって方いましたらグッドボタンを押していただけると嬉しいです。で、今後もね、またさらにちょっとリクエストあればね、4.4 もうちょっと動かしてよっていうリクエストあれば、まあもうちょっとやっていきますけど、なければね、また新しく 4.5 とかになったらね、その時にでもまた動作検証していきたいなと思っております。と、今日はこんな感じでね、とりあえず終わりたいと思います。引き続きチャンネル登録ね、お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ終わります。いとっちゃんねるでした。